トシさん、はい、なんすか。これ、あの僕が100均で盆栽に使えそうな道具買ってきたんで、手でできるかやってもらっていいですか。これ？これ園芸用っすね。まあ、油かす。あ、これもハサミ。ちょっとタイプが違うんですね。あれがね。底編みですね。ペンチとニッパー、ジョーロ。8あるじゃないですか。ピンセット。盆栽の砂っぽいなと思って買ったんですけど。これで全部ですね。ちょっとやってみましょうか。100均で買ってきたこの道具を使ってですね、実際に盆栽の手入れができるのかというのをやってみたいと思います。これから手入れするやつなんでちょうどいいんで、実際に使えるかどうかやってみましょうか。最初はハサミを使います。あの剪定をしたいんですよ。今こういうボサボサの状態なんで。2種類買ってきました。2種類。これ盆栽使うハサミなんですよ。はい、形としてはこっちの方が似てますよね。そうですね、さっき細いやつ、はいはい、こっちはなんかパワーがありそうな感じしますけど、ちょっと切ってみますか、はい、まずじゃあこの緑色のやつ使う、うん、スパッとは切れなかったですね、今やった感じ、感触でも。まあ切れることは切れますね。そんな切れ味が悪いわけじゃないんで、先も細いんでこう狭いところにも入っていく、入れやすいんで、まあいいと思います。こっちですよね。これに切りましょう。さっきのに比べるとやっぱ短いんで、こう結構もう手も入れる感じですね。あの中まで切るってなると かき分けなきゃいけない。そうですね、できなくはないです。こっちの方がまだベター、うん、なんかそうですね、ベターですね。もう太いのはでも切れないです。その100均のハサミで切ったからって木を傷める心配はなさそうですか。で大丈夫だと思うんですよ。こう使っててどれぐらいで劣化してくるのかとかもありますよね。そのまま使い続けたら切り口を傷めちゃうことがある。まあ、新品の状態だったらまあクオリティが低いわけじゃないですか。切れ味が悪いなと思ったらやめた方がいいかもしれないです。まあ、それはどのハサミでも一緒ですけど、いらない枝で、でもこう太いやつ、こうやつ、これ太いじゃないですか。元からは切んないですよ。もうちょい伸ばしてちょっと長めに取って切るんで、うわぁ、もうこのハサミ入れた感じでちょっと怖いですね。奥の方でこうやって切ればいけると思うんですけど、切れない。いや切れるんじゃないですかね。ちょっとちょっと一回正面を考えます。あ、はい、はい、です。何を考えるっていうの、そういうのって。木の正面です。木の正面。ボス、すいません、正面なんですけど、こっち正面でボスの方が。いや、基本的にして正面決めて、一の枝から決めたい関係。はい、それどの枝が使えるかよ、まで自分で選別してやる。はい、うん、うん、切れますよ、普通に。使えないことはないですね。ピンクも使ってみます、ちょっと。あ、切れない。普通に切れるんですけど、結構大変かもしれない。ちょっと滑っちゃってますよね。ここはもう使わない枝なんでまだいいんですけど、こっちでやってみますか。こっちじゃ、ああ、こっちの方が切れますね。こういう方がいいかもしれない。うちの商品で何十個。でも盆栽用ではないんでね。盆栽用ではない。うん、でこれあの園芸コーナーにあったんですよね。園芸コーナーありました。目切りバサミじゃないですか。メイキングだったら楽勝だもんね。こういうふうに今新芽伸びてるんですけど、うん、切って、あ、これ簡単に切れますわ。じゃあ黒松の目切りとかには使えそう。使います、使います。今剪定がとりあえず終わりました。枝を取ったところを今度陣にしたいんですよ。こう白骨化した枝の部分、もう死んで白い、そのためにここの今あるこの茶色い部分、皮を剥きたいんですけど、その時にやっとこう使うんですよ。でそれの代わりにマスが買ってきたこのペンチを使えるかどうか、ちょっとやってみましょうか。ちょっとこう一回柔らかくしてほぐして取るんですけど、おお、取れた。これいけますね。これぐらいだったらできますね。細かいところはちょっと難しいかな。細かい狭いところにこう入れたいところ時、なかなかこう皮がつかめないところです。
ラジオペンチみたいのでもいいかもしれないです、まあ、ちょっとちっちゃいから僕はいつもまあ普通のやっとこ使うんで、もっと大きいね、はい、もっと大きいやつできなくはないんじゃないですかね。あとで鉢セッティングとかの時とかも針金使うんですけど、その時に使えるかな。ペンチだけでこのジンを作りました。皮を剥いて、まあ使えると思います。ジンを作るぐらいだったら初心者の方でもまあできるかな。あとは針金ですね。針金を結ぶのがどうかっていうところです。でピンセットなんですけど全く問題ないと思うんですよ。こういうちっちゃいのも取れるし、で短い分その奥まで入れるのがちょっと大変かもしれないですけど、こういう雑草も簡単に抜けるし、初心者の方とか盆栽始めたばっかの人は大体、まあ、ちっちゃいのから始めたりするんで、もうこのピンセットでも全く問題ないと思います。鉢なんですけど素焼き植木鉢って書いてあるんですけど、これあの盆栽でも使うんですよ。水抜けの穴がめちゃくちゃ小さい、水が抜きにくくなっちゃうので、これがもうちょい広ければ使えると思います。自分でこうコンコンコンってやって開けられるんだったら使ってもいいと思います。やっぱそれはもっと穴の大きい盆栽用の鉢の方がいい。そうですね、 水はけの問題でちょっと乾きにくくなっちゃうから盆栽ではおすすめできる。普通の植木鉢だったらいいかもしれないです。こっちはまあ穴開いてるんで普通の陶器ですよね、まあ、使えると思います。なんかその内側になんか塗ってたらダメとかっていうのもない？ボス、内側にこうなんか塗ってるものって使えるんですか？いや、その盆栽でも内側に釉薬塗ったんですか？あるけんか、はい、使えないことはない。穴の大きさそれぐらい空いてればいいんですか？まあまあ、あのギリギリだと思います。水がちゃんと抜ければまあ問題ないです。この針金を使ってあの僕たちみたいにこう針金をかけて形を整えるっていうのはちょっとできないんですよ。難しいんですよ。僕らはもうこの銅線を使うんですね。まだほんとちっちゃい素材の段階だったらアルミ線で、これもアルミ線なんですけど、こういうので木の形を作っていく、幹を曲げるとかっていうのはできると思うんですけど、まあ使わないから。でもその代わり鉢のセッティングとかでは使えると思うんで、この網を下に敷いて固定したりとか、木を固定するための針金としてだったら使えるかなと思います。木を固定する場合、その鉢に穴が開いてないけど、それはどうやって固定することなの？外から固定するの？それもやり方があるんですけど、実際にやりながらにしましょうか。スチール固定ですね。スチール固定、はい、それは 0.9 ミリのスチールかな。硬すぎる、あのちょっと硬いかな。あんま盆栽向きではないと思いますね。これぐらいの2ミリのスチールなんですけど、これだったらプロでも使ってる人います。生産者さんでもたまに見たことあります。普段網を止めるのに使うワイヤーって何製なんですか？アルミ製。もうアルミ製、はい、でこれニッパーやってみますか、はい、ちょっとこれ切れるか。あ、まあ切れるけど硬い。スチールだから硬い。アルミ3ミリはどうかな。まあ切れるけど硬いですね。やっぱりアルミのもうちょっと細いやつがあればよかったら、まあそうですね、スチールでも切れますよ一応。だ使おうと思えば使えます。ちょっと硬い、まずはじゃあこういうのでやってみようでもいいと思います。網はこの穴を塞げればいいんですよ。なんで例のこのハサミでこんな感じで、いけるいけるいける、はい、よし、いけます。そこの網を固定するのには十分ですね。スチールの針金2ミリでも使えます。これが穴がもちろん大きいやつだともう少し太い方が止まりやすい。で根っこの固定をするために中に針金を通したいんですけど、この鉢のサイズだったらだいたい、まあ木にもよるんですけど、まあ、2ミリぐらいのアルミ線でもいいと思うんですけど、まあ、今3ミリのアルミ線があるのでちょっと入れてみると全然入りますね。いけるいける、こんな感じで使えないことはないです。2ミリのアルミ線だったら十分使える。2ミリだったらもう楽勝で入ります。これ3ミリでも入るんで全然大丈夫です。
話なんですけど、ハイドロボールってちょっと初めて聞いた。なんか草には使えるみたいなんですよ。あ、もう軽石ですね。パラパラしてなんかこんな感じです。まあ、盆栽ってあの結局土も大事なんですよ。すごく盆栽用の土ってまあみんなそれ用で買うんですけど、盆栽を元気にやっぱ育てたいんで、いい土を使っていい盆栽を作るですね、僕たちは。なので結論から言うと使わない方がいいです。次は油かすなんですけど、ちゃんとこの肥料の三大要素の窒素、水、酸、カリウム書かれてます。大体まあ肥料のでは書いてあるんですけど、まずしっかり含まれているので大丈夫だと思います。なんであの僕らは大体固形のものを使ってじっくりじっくりこう効かしていくんですね、盆栽の場合は。これちょっとサラサラしすぎちゃってるので、お茶パック100均でこういうの売ってると思うんですけど、こういうのに入れてあげてすぐに浸透させないとか、こういうお茶パックにこう入れて、この状態で盆栽の表土ですね、置いてこに置いてあげれば問題ないかなと思います。ただあのちょっと手も汚れるし、あのできれば外であのやってください。ジョウロですね、もうかわいいです。これも実際使ってみましょうか。あまりこう強いとね、そうですね、表面の土が流れ出ちゃうんですよね。こういう柔らかい方がいいんですけど、そんなにあのシビアではないですけど、使えることは使えるんですけど、もうちょっといいの買ってみてください。はい、じゃあ検証結果なんですけど、まあ、結果から言うと100均の道具でも全然いけます。盆栽始めたばっかの人はまずは100均の道具でやってみてもいいかなと思います。ただ中にはやっぱ使えないものもあって、土だったり、あとは穴のそんな開いてない鉢はやめた方がいいかな。ハサミもあのできればこういう細いタイプ、針金も、もうアルミで統一しちゃった方がいいと思います。今回だったら2ミリがちょうどよかったんですけど、まあ、1.5 から3ぐらい、まあ、あれば使いやすいかなと思います。100均の道具で、まあ、盆栽を手入れできるのかということで検証していきました。何か質問があればあのまたコメント欄の方にお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバイ。